おはようございます、11月3日4日です、2016年です、震災で塩漬けになった土地に、生えたひまわりですね。2011年の夏、大震災、その時に生えたひまわりがうちにやってきました。で、7月の10日に植えたので、今頃11月分から日に咲きました。すごいですね。凛々しいよね。朝日に生えています、まだ他にもあるんですけど、ちょっとやられちゃったやつもいますが、こいつだけ元気で頑張っています。頑張ろう石巻のど根性ひまわりです。6世になりますね。7世の種が取れるといいかなと思っております。東京中野です。荒井よく姉妹です。上高田、小学校のあったところです。ありがとうございます。